全部ブラウンでつける方っていうのも流行ってるんですよね。皆さんこんにちは、目元プロデューサーの柿内彩子です。本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、まつげエクステをオールブラウンにするとどういった効果があるかっていうことについてご説明していきたいと思います。まつげエクステといえばもうやっぱブラックカラーでこういう風にねつけるっていうのが主流なんですけども、今流行っているのがカラーエクステ。その中でもブラウンカラーっていろんな色の種類が出てって、それを全部ブラウンでつける方っていうのも流行ってるんですよね。そんなに見た目がパッとめっちゃ変わるかっていうと、雰囲気が変わるんですよ。ふんわり柔らかい印象にできるっていうことですね。あと韓国人風に見えるっていう方もいらっしゃいます。あとナチュラルに仕上がるっていうことですね。やっぱり黒だと真っ黒ってちょっと強い感じになるんですけども、ブラウンが少しでも入っていると、まあダークブラウンとかでもそうなんですけども、やっぱり柔らかいナチュラルな印象に見えるっていうのも一つですね。あとヘアカラーを、私もそうなんですけど、ちょっとやっぱり茶色っぽくしてる方って多いので、ヘアカラーとの馴染み、肌馴染みがいいというふうに言われています。こういうふうに、まあ、オールブラウンをすることで、やっぱりこう横向いた時に結構柔らかいイメージで抜け感が出るので、まあ、デートの時とか小表の印象に見られる方とか、強く見られるのが嫌だっていう方はもうぜひオールブラウンおすすめです。まあ、エクステとか小さなパーツですけども、カラーの色味を少し変えるだけで印象がガラリと変わります。どういったふうな効果がありますかって言われると、もう私は一番に答えたのは印象が変わるっていうことで、あとブラウンカラーもいろんなブラウンカラーが今出ているので、レッドブラウンとかちょっとオリーブっぽいアッシュグレーっぽいのとか、黒に近い色でも全然違ったりするので、カール感とか長さだけではなくて色でも楽しんでいただければなというふうに思います。それではですね、いいなと思っていただいたらいいねボタンですね、チャンネル登録していただくと励みになります。コメント欄、インスタの DM もお待ちしております。それでは皆さんありがとうございました。